命の歌フェス2024ありがとうございました。あ、公開収録ありがとうございました。19日放送になります。その後はあずみんとご飯食べに行きました。なんか急遽、普通に私は帰ろうと思ってたんだけど、帰ろうと思ってたら、ねえどっか行かんって言って、えって言って行きました。お作る、え、そう、6日大抵ギリギリになってしまってすいません。なので帰ってくるのが遅くなりました。さっき帰ってきた、もう超さっき帰ってきた、5分前とか。あずみんとコースを食べた。はでも私は今から、わ、エナジードリンク買ってくればよかった。私今からふり覚えんといけん。どんなコース？女子会コースってやつ。女子会コース。おごりじゃない。なんだっけ。割り勘っていうか、まあそれぞれ。寝れない。あずみが料理の写真撮ってなくて落ち込む。撮り忘れてた。めっちゃ素敵か。しかもなんかそう、おしゃれなお店だった。あ、まあ。おしゃれだったんですけど、お腹いっぱいですね。メイクしてるよ。どうか、お、ありがとう。わ、花火大会いいな。エナジードリンク車に置いてるの思い出した。ありがとう。おもろい、新しい、いいね。よかったよ、思い出してくれて。バディーズじゃん、いいね。ね、今日さ、このヘッドマイクだっけ、なんかヘッドセットつけてて、ここにマイクがずっとあったの。一日中ずっとある状態で、リハからもうずっとある状態で生きてきたから、もうここにマイクがある気がするの、感覚が残ってて。メイクかわいい、嬉しい。あ、アイラインありがとう。残像ここにいる、マイヘッドセットの。そう、心が綺麗な人にしか見えない。そう、見える？え、本当？くるくるには見えてるけど、ちょっとみんなには見えてないんじゃない？ゆきりんさんお会いしましたよ。え、これ曲は言っていいん？やった曲。やった曲は言っていいの？これ。迷ったらこれやばい、迷ったらこれやばい。あ、見えねえ、正直でよろしい。あ、まだ内緒、危な、危ない。危ない、危ない、セーフ。あれですよ、ぜひ、19日を楽しみにしていてください。チュルチュル、チュチュルリ、優しかったですよ。
先輩って言っちゃった、あの出演者の方々。カツサンド短冊白熊白熊ハート鬼ちゃん短冊パーフィンお疲れフロスト短冊フロストハートなるのレモンスターお7日待っているよレンタルキャット花束フロストハートステラ泡野暮ですよ野暮あバディーズですドーム前からくるくる気になっててさらに好きましたなりました嬉しいです嬉しい嬉しいぜひキュルキュルと STM 好きになってね嬉しいくるくるも最近もう桜坂さんしか聴いてないんじゃないかってくらい桜坂さんの曲ずっと聴いてますWe are bodies って言ってますタク短冊もうこう短冊あ7日楽しみねくるくるも楽しみしてるよ遺骨に短冊風や短冊お寿司飲み物かしがまさん結婚してありがとうえらいけど帰っとくねチーパーのお題おありがとうキュルキュルだよあくるくるだよトマトポ流れ星遺骨にハートあスパークの大抵3時台だったね天使のグーあわメールの茶色のえなんかねサビ説あったサビ説クロポンあわオノピーターパンあわタスビダーニャ回復薬クカー君ハートタカムバシバシハートオノピーターパンあわリュウ会いたいヘッドセット痛くならない眠そうヤボですよコミタンハートダシビタニア短冊藤田も短冊お6日よろしく6かあれ 5?6 かハンちゃんハートおかちあわテイカーハートカチピンダルマブライアンハートおアレンちゃん見つけたいあ見つけたいコサーコサーですねあ言っちゃった7日はくるくるにお願いしたら願い事間違えたくるくるに願い事したら叶えますか叶えますあのくるくるが叶えさせていただきます桜坂さんおすすめの曲えくるくるは最近あの LINE のミュージック設定変えれるじゃないですかそれを変えましたよ何度ラブソングのん何度ラブソングの歌詞を読み返した待って何だっけタイトルだろうですちょっとタイトルちょっとあと偶然の答えずっと好きですオノピータパン会いたいイズ短冊スタジロ短冊トンちゃん飲み物ジェリー26あわイズハートお願いしてないかきひろあわゆきにさんがアイドルの時くるくる1歳そうなやんぼうじゃないやぼやぼ野暮なことを言うなの野暮お、ナレッジのお話し会追加文が反映されてた話す配分考えるとお、嬉しいありがとう楽しみだよ XIG だるましたらハート変顔を願ってもまあ叶うんじゃないまあ叶うんじゃないその願いの強さだよねまつげの天然アイラインも可愛いけど本物アイライン引くと目がキリッとあキリッと嬉しいキリッとあそうナンラブって訳すんじゃナンラブえナンラさん歌詞を読み返しただろうナンラブソングの歌詞を読み返しただろう合ってる
あ、夏の近道は最近聞かれました。あ、いいね。トゥトゥトゥくるくる、この前コーラージでリクエストした曲です。おー、なんかすごいかかっている星が。くるくる、東京ドーム行った時同じ場所。すごい運命。2回から押した、ありがとうね。本当にチップ短冊サボロ花ハートビッチ飲み物ありがとう。あれねえ、ちょっと起きてるよさっきの可愛い流れ星タワー、天の尺じゃなくて天の川タワーがを誰が投げてくれたか表示されてないんじゃけど。わっ、トイさん、トイさん、ありがとう、ありがとういさん。くるくるが彦星くるくるが織姫で、トイさんが彦星ってこと。ありがとう、天の川タワー、ありがとう、嬉しい、ありがとう。本当にこの前の公演会えて嬉しかったよ。てか一瞬で分かったよ、存在感あった、分かった、本当にありがとう。そう、バグ起きてた、皆さん教えてくださってありがとうございます。ありがとう、本当にこれからも待っているよ、ありがとういです、ありがとうい、遠い彦星、遠い彦星で、ありがとう、遠い彦星みたいな、遠いみたいなありがとう、嬉しい、本当にありがとう。にゃんぴハート、私は始めました。ヤマピー飲み物、キュッ、楽しかったし、ね、地下の紙面モモンガ、モモンガですね。でクルクルは気づいてしまったんです。比較的クルクルはなんかあんまりキャラクターを好きになることが少ないっぽいんですよね、普通の女の子に比べて。みんなやっぱキャラクター好きじゃん。クルクルあんまりいないことに気づいた。そしたら短冊ナベチハナミキフ先生ハートカー君ハートオラジレンマスターゆゆけいさんオラすごかった。お、トラバタハレいいやんいいやん。サンリオもそんなに、サンリオもね、そうなんか可愛いって思う子はいるんだけど、そのグッズ集めるまではいかないみたいな。え、そうサンリオはあれ、黄色のあれ、黄色のプリンじゃない、薄めの黄色、白に黄色、白に黄色、本体白みたいな、本体白でちょっと黄色。え、Sのライブも行ったことある、え、嬉しい、ぜひまた来てよ来てよ、コンチハート。キャラクターとか卒業するような年齢で好きになった、え、いやクルクルもこれからかもしれない、なんかあるよね、その他の人より遅くこう時期が来たみたいな。クルクルもそうかもしれない、またポカ、いやクルクルね多分キャラクター
ポンポンプリンじゃなくてサンリオ大賞投票しないね。あ、興味が。グデタマ違うね。あ、カズヒロハート、センパチハート。でもたまに惹かれていくんよ、サンリオショップに。カズヒロレモンスター、あ、コーギーミュン、コーギー、あ、それ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 、そう、この前そう思い出したんよ。友達に聞いて、黄色のキャラクターなんだっけ、それやっぱポンポンプリンとかって、え、違う違う、コギミュンでした。コギミュン、コギミュンが可愛い。コギミュン、ちょっと言えないよね、コギミュンってむずいよね。え、面白え、そう友達もそう言われたんよ。そう、え、好き、わかんない、何わかんない、黄色、何何、そんなキャラクターもういないんだけど、でなんかいっぱい黄色ポンポムとかなんかグデタマとかいろんなのあげられて、いないんだけどいないんだけどって言って、でコギミュンだったって言ったら、それ白じゃんって言われた。コギミュン、あ、小麦粉の妖精な、え、かわいい、小麦粉の妖精かわいい。ピューランドの STU ライブで小麦の足、あ、かわいかった、惹かれた、やっぱ分かった、よかったね、よかった、分かった、伝わった、これ伝わった、よかったよかった。小麦ミュン、小麦ミュン好き、小麦ミュン、小麦ミュンとか言っちゃう、小麦ミュンね、小麦ミュン、小麦ミュンじゃない、小麦ミュン。頭に黄色の天ぷら乗ってるから、え、多分多分そういう理由でもう黄色の夢あ、おにぎりになりたいの、小麦みゅん、かわいい、小麦粉なのに無理だよって。きりみちゃん出てくるたくあんがそのと黄色じゃっけ、おもろい。なみちハート、あ、違う、だるま黄色ハート、あ、初見、小麦みゅん、確かに韓国料理っぽい、小麦みゅん美味しそうかもしれん。スマイル短冊謎すぎる、確かに、カノルリ短冊消える泡、かわいい、コギミュン、ツティちゃん泡、残酷な最後。いや、コギミュンはまあ小麦粉だからかわいいんだよって、小麦粉だからかわいいんだよって。青短冊って気持ちで会いたい、ウィッシュミーメルみたいなのいるよね、ウィッシュミッシュなんとかなんとかミーメル、ミーメルみたいないるよね、わかる、ミッシュ、フィッシュ、フィッシュじゃないよね、竹松る、会いたい、イカダ、あわ、汗ぼむ、ちゃんと、その子も、その子のグッズも、なら、グッズじゃないけど、その子のトレカ入れみたいなのがある。やだやだやだ、あ、ウィッシュミーメル、それウィッシュミーメロ、間違えた、ウィッシュミーメロとか言って、ウィッシュミーメル、小麦粉かわいい、え、なんかペンライト貸しますき、単独、え、そう、うさぎ、そうそうそう、え、わかる、サンリオオタグッズ充実してる、え、それはもうめっちゃわかる、だからなんかすっごいサンフレじゃないもう今日一日中立ってたから、もうあれなのかな、脳みそが動いてないのかな、サンリオにすっごいキャラクター知ってるってわけじゃないんだけど、たまにオタグッズ探しに行く、うん、サンリオサンフレっていうのやばいよねサンフレ、確かにコラボ STU サンリオ、
キティちゃんのコラボあるよね、あったよね。でも友達好きなの黒みだった。黒みなんか人気だよね。なんか女子高生人気じゃない、黒みと。違うか、黒み。ちょっと悪そうな感じが。人気あるよね。え、黒み専門店なんかあるんだ、すごい。大人気じゃだ。やばいやばいやばい、大人気じゃだ。いや聞いた、大人気じゃだって言ったんだよ私。大人気だじゃあね、大人気だじゃあ。やばすぎ。おパンチウサギ、やばいよね。耳大丈夫、耳ちょっと痛いけど。おパンチュ、おパパンチュ、どんな髪型。いや本当に大人気だじゃあ、大人気じゃだ。やばー、ブルースカイ短冊。頭寝てるのかな。え、起きてよ、今から私覚えることがあるんだよ。おいおい起きろよって。ちょっと原宿歩いたら違和感なそう。確かに奇抜なファッション多いイメージ。あ、耳今んとこ大丈夫。でもたまになんかキンってくる。片方短冊、私も短冊。確かに戦隊ヒーローみたい、大人気だじゃん。え、かわいい、コギミュンいるやん。コギミュンイズハート、ありがとう。コギミュンになってる、かわいい。え、これ黄色要素ないやん、コギミュンに。やば、くるくる、やば、これを黄色っていうのやばいね。クルクルが見たコギミュンがちょっと黄ばんでたのか。左肩でピンクの霊がつづる。えー、怖い、誰誰。あくびが。黄ばみ。そうよ、コギミュンかわいい、かわいい、コギミュン。コギミュンって言いにくいからコギって言うかな、コギ。あ、熟成した小麦粉だったんかな。キバミュン嫌だ、キバミュンめっちゃ嫌だ。コギミュンね、コギミュン。キバミュンやばすぎ。スクショタイム。え、犬かって可愛い思った。コロちゃんみたいではないけど、コロちゃんぐらい可愛い。コギミュン、あ、キロキロキロッピもいる。キロキロキロッピ来て、キロキロキロッピ。え、そうだよね、なんかさ、サンリオのさアバター多いよね、みんながサンリオになっていく。コギミュンポーズ、山高ハート。コギミュンを今日の配信で覚えました。お、今日も勉強。これコギミュンポーズ。集めてるキャラグッズない、本当に。くるくる、キャラクターを一途に愛したことはまだないですね。好きになって、ちょっといろんな人を好きになっちゃう、キャラクターに関しては。レモンスカッシュのポーズ。
アバター結局デフォルトのに、え、わかるわかるわかるとか言って、ちょっとわかる、結構わかる。バツマルくん好きな人昔いて、おパッとバツマルだっけ、勝ちよね。え、じゃあバットバツマルじゃないよね。小気味は初知りだけど、なんか探してきます。あ、いいよ、小気味を探そう、クルコも探すわ。え、19日見て、キリミちゃんには親近感ある。ちょっとキリミちゃんはさ、戦力外通告されてる、された子、こっちか、小気味のケースにクルクル、え、入れて。じゃあちょっと小気味をクルクルも探そう。ピランドが去ったよね、キリミちゃん。大丈夫かな。それではスクシタイム終了で告知タイムすると、7月6日の、あ、できる子嬉しい。7月6日の可愛い。待って、キリミちゃんはデザイナーさんの独立でお出かけしてる。いや、そうだよね。戦力外じゃない。そう。出かけしてるんだよ。お出かけ中、キリミちゃんは。今、お散歩中だよね。いや、本当にそう。可愛い。いい考え。可愛い。あ、ね、6日は、大阪でのイベントなんですけど、STU の出演はオープニングセレモニーで11時40から12時に出演させていただきます。あ、それチアアップ、チアアップジャパン2024 in 大阪です。大阪、あ、行きます。嬉しい嬉しい、待ってるね。ちょっと写真も可愛い、ワンちゃんが空飛んでる。7月7日オンライン話、あ、そうです、7月7日待ってます。スパーク2024のタイムテーブルも出ました。 STU の出番は12時まで、予定ではそうかも、そうかもっていうか予定ではそう、ちょっとそれがずれる可能性もあったりもします。でもその後多分出ない。7月7日ね、クルクルも待ちべ話すの楽しみ。それでは、そう、大抵出てた、嬉しい。それでは壇上を読みたいと思います。13位リョフ、ありがとう。12位オノピーターパン、ありがとう。11位ステラ、ありがとう。10位オロチ、ありがとう。9位キュエル、ありがとう。8位アツヨシ、ありがとう。7位フクちゃん、ありがとう。6位トマトポ、ありがとう。5位柏木まさき、ありがとう。4位ナルド、ありがとう。3位ヨシゾンビ、ありがとう。2位ヨハ、ありがとう。そして1位はドゥルルルルルルルパーン、遠い、ありがとう。ありがとう、遠いさん、天の川タワーもありがとう。ねえ、ありがとう、いつもありがとう。またお願いします。ありがとう。皆さん今日も見てくださってありがとうございます。こちらこそ配信見てくれてありがとう。毎日、明日も頑張りましょう。こんばんは、頑張ります。目をバキバキにして、それではおやすみ。